今日はですね、こういう感じの、もう一回流しましょうか。こういうのを作っていきます。まず、スプラインからやりましょうか。どっからやろうかな。スプラインからやりましょうか。まずスプラインを書きます。フロントビューがいいでしょうね。フロントビューで、まあ何の文字でもいいんですが、A とこうですかね。エスケープキーを押すと消えます。あと A は2つの要素がありますので、もう1つ書きますね。選択されてない状態で、まあ、A と、まあ、この辺はねこだわってください。後からでも調整はできます。で、名前を即座につけてみましょう。 A の1 で、 A の2とですね。これが最初で、 B も作っておきましょうかね。B、まあ、大体同じぐらいの大きさにしましょう。 B とじゃあこれも名前をつけます。これどっちがいいかな。はい、これとこれが対応すると、これとこれが対応して、 B2 と B、B2 と A2 が対応するっていう風に名前つけました。ちょっと分かりやすくねしといた方がいいです。ちょっと複雑になってきますんで。で、今回はですね、マトリックス、モーグラフのマトリックスというのを使います。発生ですね。マトリックスというのは、ポジションだけを定義する、配列するものです。まあ、こういう風に仮で見えてますけど、レンダリングしては何も映りません。こうポジションがここですよっていうのがあるんですね。まあ、これはクロナーオブジェクトに似てますが、今回オブジェクト、モードからオブジェクトにしましょう。で、それスプラインも割り当てられるので、これはとりあえず A の1番、ここを押して A の1番、名前つけておきましょうね。A の1と。で、これをイーブン。まあ、15にしておきましょうか。あとはないかな。とりあえず大丈夫でしょう。で、これをコピーして A2 ですね。2つ目のやつ、 A の横棒です。これも作ります。これはそうですね、 A の2なので、名前は関係ないんですけどね、分かりやすくしてるだけです。をリンクさせましょう。こうやってね、階層をちょっと分かりやすくしていた方がいいかもしれないです。で、ここでですね、今回、どうやってあの描写をするかっていうと、消えちゃった。これですね。こっからこう変わる。こっからこう変わる。今からやりますね。で、まずプリミティブからカプセルで横に倒してください。横なんで、X 方向かで、ここの A 描写しようとしてるサイズよりちょっと大きいぐらいにしましょうかね。長さの話ですね。これぐらいかな。まあ、これも後からでも変更できます。この太さが最終的な、ここのまた消して、あの文字の太さになりますね。で、これを変形させたいと。で、デフォーマーです。デフォーマーのスプラインワープ。デフォーマーなので変化させたいものの下にやります。はい。
でですね、これスプラインに沿わせるんですが、これスプラインしか、入力されません。で、今、マトリックスは位置情報しかありません。じゃあ、これをですね、位置情報からスプラインに変換しなきゃいけないですね。それが、モーグラフからトレーサーオブジェクトを作成してください。トレーサーというのは、ですね、ポジションから、トレーシングするスプラインを描くオブジェクトです。今回はトレーシングモードをコネクトエレメンツにしましょう。そうすると、まあ、A2 が今来てますから A1 にしておきましょうかね。コネクトするものを選択します。来たかな。そうすると今トレーサーが、こういうふうにつながったスプラインが作られました。じゃあトレーサーを選択しましょう。そうすると1の部分ですね。こっか。来ましたね。いいのかな？いいですね。で、もう1個作ります。もう1個。こっち側の方ですね。コピーしましょう。名前つけておきましょうかね。1番。こっち側は2番。で、トレーサーも2つ必要ですと。こっち側が1番、こっち側が2番ですね。で、リンクさせるのを2番にすると。これちょっと消えちゃう。こっちは消しておきましょう。はい。では、こっち側もリンクし直すと。この辺がね、ちょっとね、わけわかんなくなりつつあるんですけど、まあ、なんとなくできましたね。で、ここのですね、こうなんかスムーズにしたいと。で、その時は、スプラインをいじりたいので、トレーサーをいじります。これ今、ライナーになってるので、ベジュですね。で、ナチュラルにしておきましょうかね。こちらも同様に、ベジュ、ナチュラル。まあ、これも15。かな。こっちも15と。はい。で、それでもちょっと来てあんまり綺麗じゃないので、サブディビジョンを使いましょう。こうするとサブディビジョンかかります。悪くなりましたね。まあ、後からね、1とか、ここのスプラインをいじることによって位置を調整、形も調整できますので、まあ、とりあえずちょっと A には見えないけど、まあ、いっか。よし、これでいってみます。で、今度は、A から B にしたいと。B にしたいんで、ここからこうしたいんですね。こうしたい。で、それはですね、今度は、マトリックスオブジェクトのそれぞれ A1 マトリックスは今 A を参照してるんですが、それを変えていくんですね。ここを継承していくと。で、そのエフェクターが、これですね。いに、ちょっと読み方わかんないです。すいません。はい。今、ここからですね、作成しました。で、こいつはですね、オブジェクトを参照するので こいつの形にしたいんですが、スプラインでは読まないんですね。なので、もう一回マトリックスオブジェクトを作ります。マトリックスオブジェクト、まあ、2つ必要なんでこうしましょうか。で、名前も1を書いておくと。 B1 と。で、こっちが B2 と。で、ここは先ほどと一緒です。オブジェクトにして、このスプラインを選択してあげる。で、カウントではなくて、イーブンにして15。さっきと同じ、合わせとくいった方がいいんですね。ここも一緒ですと。イーブン15と。イーブンだよな。イーブンですね。はい。ここを合わせて、ここも合わせてると。ここだけ違いますね。ここだけ違うと。で、こいつに、B1。
そうすると、ですね、マトリックス A のエフェクターにこれが入ってます。名前を変えましょう。これ B1 にしたいんで、B1 と。B1 入ってますね。で、B1 は何にしたいかというと、B1 のマトリックス。この辺がね、ちょっとね、分かりづらいです。で、ここ重要です。ここ。ここチェック入れると。チェック入れないと入んないですかね。ここ B の、この、なんていうか、左側の一辺ができました。じゃあもう一つやりましょうね。じゃあもう一回。これ繰り返しになってくるんですけどね。ちょっと分かりづらくなってきますね。名前本当大事です。B2。B2 の上にしておきましょう。で、これもマトリックスと。こっちなんですよ。こっちです。入ってますね。で、これチェック入れると。で、今度は A2 を変えたかったんで、ここにエフェクトを入れます。はい、なりましたね。うん。で、なんかちょっと気持ち悪いですね。うん、こっち側か、この分割数が足りないのか。ここですね。カプセルを曲げてるんで、カプセルのそもそもの、ポリゴン数というかセグメント数がかなり影響します。50ぐらいにしておきましょう。まあ後からでもね、変えるんですけど、まあこんな感じでしょうか。で、とりあえず A から B にする方法は、なんとなくおなじみになった、このエフェクターのフォールオフをライナーにして、X プラスですね。ほいっと、こんな感じ。まあ、とりあえずこっち側にもやってみましょう。ライナー。で、X プラス。ほいっと。で、これを、まあ、A から始まって、まあ、5フレぐらい、これをお任せします。10フレぐらいにしておきましょうか。一応動かす、まあ、40ぐらいですかね。ポンと。こっち側も動かす。合わせたいは合わせたいですね。40ぐらい、ずっと。はい、これでふっと変わりましたね。うん、まあ基本はこれです。あともう一回繰り返すっていうだけなんですが、まあちょっとね、この繰り返し方が若干また混乱しかねないという感じですね。で、ここまで来たら C を書きましょうか。スプライン、まあ最初に書いといてもいいんですが、ちょっとね、分かりづらくなるんで C と。で、 C は一筆書きなんで、僕の場合はまあ C にチョンつけてもいいかったんですけど、ちょっとデザイン的に微妙だったんで、上に画面外にすることにしました。ここなんか適当にね、この2つです。で、じゃあどっちがどっちに変化するかというと、これが A か、これが B4 だから、これが変わった方がいいのかな。2が上。まあこれ後からリンクも変えれるんですが、 C の2、こっちを C の2にしましょう。C の1と。で、またマトリックスが必要です。マトリックス上ですね、これね。で、これも名前変えて C の2と。で、これも設定だけ変えておきましょうか。オブジェクトにして、で、リンクさせる。で、イーブンで15とですね。で、これをコピーしましょう。まあ楽っちゃ楽ですけど、ちょっと設定がちゃんと慣れてないと何してんだか分かんなくなりますね。どこを変えていいか分かんなくなる。変えるべきはここですね。まずリンクさせるものを変えると。で、あとは一緒かな。はいはい。で、次はこの継承タグ、エフェクターをそれぞれの、今度は A1 にかけていくんですね。 A1 のマトリックスにかけて、ここがね、ちょっと分かりづらいかな。分かりづらくなっちゃうんですけどね、ちょっと慣れるしかないので、これはまあ、やっていきましょう。ここ
ね、聞いてるだけだとなんとなく分かった気になるんですけど、これね、実際やってみないとなかなか自分のものにはならなかったですね、僕はね。今でもなってるからちょっと怪しいもんですが、間違えましたね、喋りながらやってると。これ A1、 こういう時にね、1合わせって楽ですね。C の1だと。あ、もう入ってましたね。失礼しました。で、こっちが、ね、C の2と入りましたね。で、こいつをリンクさせなきゃいけない。エフェクターの方を、オブジェクトドレインするんだっつって、マトリックス。同様に、オブジェクトどうするんだっつって、マトリックスと。で、このチェック入れましょうね。チェックと。C になります。で、このフォールオフをライナーにします。じゃあ、変化した後、今ちょっとね、効果が効かなくなってますけど、ライナーの X プラス、ライナーの X プラスと。で、動かします。両方一緒に動かしましょうかね。グイッと。下になりましたね。そして、A から B になって、こっから動かしましょう。この辺から。50ぐらいかな。で、ポジションを30、80秒ぐらい。すごい上に行っちゃいましたね。はい。で、こいつも何秒でしたっけ？こっち側が50か。50からポジション打って、81秒後のここでポジションを打つと。じゃ見てみましょう。A、B、C と。最後気持ち悪いな。まあ、気持ち悪いですね。これ短い方が良かったかな。これ逆にしましょうか。逆にする方法もですね、もうこれ名前変えなくてもいいんですけど、分かりやすいために最初に変えました。最初に変えて、この階数も変えちゃって、別にいいですよ。これは変えなくてもいけるんですよ。ここのリンクを変えればいいんですね。ここのリンクを変えるだけで、いけると。じゃあ見てみましょう。A、B と。まあ、よしとしましょうか。よしとしましょうというか、皆さんはね、ここをぜひこだわってほしいと思います。で、簡単な構造はできました。あとは味付けですね。おなじみになりました、ディレイエフェクターを使いましょうか。今、大元になっているのは A1、A2。このマトリックスがかなり根本になっています。この2つにエフェクターをかけていきます。モーグラフの、ディレイエフェクター。これ同様な跳ね方していいと思いますので、両方にかけましょうか。片方かかってないですね。こういうこともできますね。1つで2つをコントロールすると。そうすると、まあ、イージンがかかりました。スプリングとかにしましょうか。ポヨンと。ちょっと強いかな。ポヨンと。ちょっと最後は怪しいですけど。で、以上ですかね。あとは、まあ、簡単に説明すると、このスプラインありますね。このスプラインを例えば置き換えたり加工することによって、この効果が変わります。例えばこう A を D にしたかったりとか、そういうところを D にしたりとか。で、その都度変えたりします。で、この時に一つ便利な機能を、紹介しておきます。レイヤーという機能なんですが、例えば最初の A だけをいじりたいみたいなことありますね。しかし、こうなんかいろいろ効果があって画面上見づらいと。そういう時は、ソロ機能、これのここですね。ここをクリックします。で、Add to New Layer と。これ色変わりましたね。そうすると、ここの、Layers っていうところにあります。これ、レイヤー追加されたんですね。で、これソロ機能 S のソロの S ですね。これを押すとソロだけになります。外すと消えると。で、例えば同じ A は一緒にしとこうっていうと、今度は Add to Layer、この何ていうんですか、橙色みたいなところに追加すると、今度はこう2つスプラインが追加されましたね。で、同様に例えば、B だけ、やっとこうと。Add to layer と。
そうするとこれ切り替わると。これなんか入ってねえな。こっちもね、 Add to Layer、 こっち側にやると、これ便利ですね。逆に消えたりもするのかな、消したりもできますね。まあソロ機能で、まあとりあえず使ってみるのはいいでしょう。でこれで、加工し、調整していく。例えば並びとかね、今平面上、同一平面上にありますんで、ここ並びになってます。例えばここ重なるのが嫌だっていう時は、これをちょっと後ろにずらしたりとかしてもいいですし、あと巻きつけるような、まあ個別に、こっち側だから、そうですね、こっちか。こういう感じとか。使ってみてください。はい、あとはいつも感じで、ライトを仕込んで、まあ床引いてもいいですね。でレンダリングしてください。以上です。